陰服屋バーニーさんです。なんじゃい陰服屋って。洋服も売ってるカラオケバーと思っていただければ。めっちゃ食感いい。初めてのお味って感じ。いや初めてではないけど、うん、飲みやすい。ライチ味です。違ったみたいレゲエって何盛岡のおすすめのお店を巡るポン酒場。今回巡るのは盛岡市大通りにある陰服屋バーニー。おしゃれで懐かしい音楽に包まれながらゆったりとした時間を過ごせるお店です。乾杯、イエーイ。ビール。あー、いいね。今日は陰服屋バーニーさんです。なんじゃい陰服屋って。店主の吉村さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。来い、なんか来い。こちらはどういうお店なんですか。ここはカラオケバーメインなんですけれども、プラスオリジナルのブランドを作ってたんで、洋服も売ってるカラオケバーと思っていただければ。はい。そこで陰服という、陰服屋という名前なんですか。そうですね。僕が勝手に造語で作らせていただいた感じです。その陰服屋バーニーさんなんですけど、藤子さん、はい、こちらの店実は気づきました。はい。お気づきだろうか。はい。皆さん、吉村という名前を聞いたらみたいな、このポン酒場をすごく真剣に見てくださっている方は何人か気づいてくれるかね。 J さんいつも、はい、背中が寂しいんですよ、はい、無地か、はい、なんかアウトドアブランドみたいな感じなんで、はい、斉藤さんみたいな感じにしてほしいんですよね。斉藤さんはどんな。 MROK 盛岡です。あ、盛岡です。盛岡をやっぱり回し物かなんかですか。そうです、回し物今日は回し物でやってまいりました。これどこで作った。だから吉村さんを今すぐ呼んで作ってっていう。吉村さんって誰ですか。今すぐ J さんの作ってください。私の背中で MROK を刻んでいただければ。 J さんを困らせた吉村さんです。どうもどうも。自分でした。2、3回くらい前からこの MROK のジャスをいただきまして、はい、もうツバメのコーマのチームはみんな気づいてた。もう来てるねってこっそりね、ライノーさんあたりから来てましたからね。 J さんの背中に MROK がこっそりと。はい、癒着です。はい、今日は完全なる癒着ナイトです。はい、癒着させていただいております。よろしくお願いします。じゃあ改めてやっぱりね、吉村さんの方から MROK をちょっと説明してもらった方がいいですよね。吉村ですからね。吉村さんですからね。いや MROK、 まあ本当にシンプルに MROK 盛岡、この MROK も実は9年前に作り上げて、それで本当に去年かな、それこそフジポンさんも着てるその T シャツのカラーリング、それをクラウドファンディングの返礼品で作ったんですよ。いろんなところで見るようになったって言ってくれて、人に知られたの最近ですかね。本当9年でやっとこう芽が出てきたみたいな。いつかはね、いつかはって思ってたらこういうふうになるんですね。ね、やっぱ続けるってね。続けるって大事。そうよ、やっぱり私たちもずっと続けてるっていう話ね。このポン酒場でいつもしてるけどね。岩手のアイドル四半世紀とね、じゅんさん、あ、間違えた、 J さんも30年だもんね。30年ね、この世界でね我慢してきた。やばい。すごいっすね。まとめるとひどいね、なんかね。適当にまとめすぎてひどいね。そりゃすごいわ。あ、はい、うちの。まあこれはベースですかね。あ、なんかいいですね、お菓子がいっぱい。そしてポテトサラダですか。はい、これは僕の仲いい居酒屋さんで村地さんっていうのがあるんですけど、大通りの方に不定期で一品料理を仕入れてて、はい、それで今回はポテトサラダを仕入れて、それを、はい、お通しで。お通しなんですか。はい、いただきます。うん、めっちゃ食感いい。たくあん多分今回のは「いぶりがっこ」が入ってて、じゃじゃ味噌もちょっと入ってる。あ、それでちょっと色もね、コクもあって。初めてのお味って感じ？いや、初めてではないけど、初めての方が良かった？いや、全然懐かしい感じなの。うん、美味しいっていう感じなんです。どういうことですか？大丈夫ですか？大丈夫だと思います。なんか私がさ、食べて感想を言うとみんな「ん？」っていう雰囲気になるのよ。このポン酒場一瞬大丈夫かなって合ってるで、絶対合ってるっていう雰囲気になる。合ってます。じゃあおすすめの、はい、こちらは何ですか？こちらね、バーニーパンチと言います。バーニーパンチ、はい、もうここのお店オリジナル。そうですね。おー、バーニーパンチいただきます。飲みやす。何味ですか？ライチ味です。違ったみたい。何味だろう。ウーロン茶味です。ウーロン茶入ってないです。ライチじゃないんですかこれ？ライチでもないですね。レゲパンっぽい。でもレゲパンもライチ入ってないよ。そうだったっけ？レゲって何？レゲエ味です。ウーロン茶じゃないって言ってたもんね、さっきに。ピーチだ。ピーチ正解です。おお茶。それしたらレゲエパンチも一緒じゃないですか。ちょっと分かんないな。すいません、答え教えてもらっていいですか？もうちょっと面倒くさくなってきました。考えるの。うちの子がちょっと面倒くさくなってきたんで。紅茶です。紅茶です。そういうことか。なんでこの組み合わせにしたんですか？お客さんが紅茶でピーチのリキュールを割ってちょうだいって言われて、それで無糖紅茶を入れてみたら、これうまいってなって。めっちゃ飲みやすい。そうです。じゃあこれをなんかレゲパンっぽいから、まあバニーパンチにしちゃえみたいな、はい、感じでやりましたね。でも美味しい。飲みやすい。なんかちょっとね、お酒苦手な方とかもこれだったら飲める。そうですね、うん、それでいつの間にか酔っ払っちゃって、うん、帰る頃には足フラフラっていうのがこれの好きな人たちですね。怖い。バニパン怖い。盛岡に帰ってくる前はどこで何されてたんですか？盛岡に帰ってくる前は表参道で東京の、はい、店員しながらバイイングとかしてましたね。なんかブランドなんかとかですか？そうです。セレクトショップで。その時の写真とか雑誌とかあるんですけど、今見せれるかどうかわからんけど。これはこのギャル王図鑑ってやつですね。ギャル王図鑑いる。ギャル王図鑑どこにいるのこれ？びっくりした、今いないよね。これです。なんかやだ。ギラってますね。ちょっといいですか？やめましょう。やめてください、読むの。やめましょうよ。地元市川ってめっちゃ嘘ついてる。まず盛岡だからここ。ここ MROK 書かないとダメでしょこれ。まだ目覚めてない頃。まだね、市川に染まっちゃってたんでね。ちょっと恥ずかしかったんだね、盛岡っていうのがね。でもこれは全部東京に置いてきたんで。全てね、置いて戻ってきたんですね。ただやっぱりこの経験がいろんなタイプの人の相談を受けれることはやっぱりこの東京があったからかなとね。これで帰ってきて、これで物扱いしないでもらっていいですか？この素敵な経験をして戻ってきて、またお洋服屋さんやったんですか？そうですね。これ言っていいのかな？帰ってきて僕盛岡嫌いだったんですよ。それで東京に戻りたくて。帰ってきたらちょっと嫌だったんだ。じゃあ自分が盛岡を好きになるにはっていうのをきっかけもあったんですよね、MROK って。こういうかっこいいのを作って盛岡をかっこよくしようみたいな感じもあったんで、それで今となってはなんかこうお気に入りの T シャツになったんで、自分としても、だからどんどんね、それで好きな人が、あ、この MROK を好きって言ってくれる人たちが増えてきたんで、プラスでどんどん好きになって、結局今盛岡大好きになっちゃったっていう感じですよね。一番好きなところはどんなところなんですか、盛岡の。住みやすいし、で自分のねやりたいことをこうやってみんな認めてくれる人たちも多いし、なんかこうなんですかね、何でもできるっていう街がすごい楽しいなと思って、ネットワークがすごいすぐ生まれるというか、そういう街でいろんなことができるっていう、すげえこんないい街はないなって思ってますね。また新作とかもどんどんね、出るんですもんね。不定期でポップアップストアやるんで、それはインスタとかでアップしてるんで、それ見ていただける。でもやっぱ出身地市川って書いてた人にちょっとインスタはちょっと宣伝できないんで、やっぱそこはね、そこはちょっと一生忘れません。でもすごい、もうこれもうこの時代です。そうよね、そうよ。これもう燃やします。大事な思い出、はい、ありがとうございました。